上空から見た、若洲地区。画面奥は新木場地区。左の橋が、東京ゲートブリッジ、若洲公園入り口公園内にある風力発電機。若洲公園は、江東区若洲山頂目にある、江東区立の公園である。2006年4月1日より、若洲海浜公園内のキャンプ場、貸し自転車、特殊自転車、多目的広場の部分が、東京都公安局より、 江東区に移管され、江東区立若洲公園となったものである。東京ゲートブリッジの見学用歩道への入り口は、同公園内にある、隣接する若洲海浜公園に準じている。公園は常時開園。キャンプ場は火曜日定休日。他に年末年始も休み。持ち込んだ自転車でサイクリングロードの利用。公園自体の利用は無料だが、キャンプ場の利用。 自転車の貸し出し等は有料なので、事前に確認のこと。東京都江東区大見二丁目にある都立の会場公園である青海南府等公園は、長年にわたり、多数のバイクが集まる溜まり場となっていたことから、近隣は騒音による被害を受けていた。平成28年以降、警察による取り締まりが強化されたため、平成29年頃から、東京都江東区若洲にある、 高東区立、若須公園の駐車場に集まるようになった。この地でも同様の被害を与えた結果、2018年4月1日から若須公園駐車場は夜間2輪の乗り入れが禁止になった。若須公園駐車場が夜間2輪乗り入れ禁止になる前日の夜にはバイクが乗り入れ禁止になるという事実にもかかわらず、多数のバイクがお祭り騒ぎで集まってきた。なお、 こうした問題が増大し、最後には閉鎖された例として、大阪市第七岸壁がある。また同様の懸念がされている場所として、横浜赤レンガ倉庫街や、汐止イタリア街、江ノ島や道の駅、市川などがある。ありがとうございます。